学術実務検定とは、財団法人全国商業高等学校協会が主催する検定の一つである。文部科学省講演。1級から6級まであり、1級から3級は部門別合格制度を実施している。試験内容は、普通計算とビジネス計算で成り立っており、両方基準の点数を取ると合格となる。学習指導要領の改定に伴い、 令和三年度より四から六級の廃止と一から三級の部門合格の有効回数の変更。令和四年度より、検定試験名をビジネス計算実務検定試験に変更。普通計算部門の伝票算の廃止が予定されている。主算部門で乗算、助算、見取り算、伝票がありすべて五問となっている。また、電卓部門では乗算、助算、見取り算が各十問。 伝票が5問となっており、玉山、電卓ともに制限時間は30分となっており70点以上で合格となる。1から3級は申し込み時に計算用具をそろばんか電卓のいずれかを申請する。4から6級はそろばんのみの使用とする。なお、使用する電卓はアドモード機能がついているものが望ましい。売買損益の計算、単理計算。 手形割引の計算、福利計算、福利年金の計算、証券投資の計算、原価償却費の計算などの計算が文章形態になっている。参考になるものとして、協会が毎年主催している全国高等学校主算競技大会の問題がある。ビジネス計算は、電卓、摩山どちらを使ってもいいことになっている。こちらも、 制限時間30分で70点以上で合格である。ビジネス計算部門、普通計算部門の両部門の合格で1から3級の合格が認定されるが、この時、取算及び電卓の両部門に合格すれば、当該級の取算と電卓の2種目の合格となる。なお、ビジネス計算部門と普通計算部門のどちらか、 一方のみの部門合格証書を有する者は、取得してから5回以内の検定において、不足の部門に合格した時に限り、その9の合格が認められる。また、平成16年度までは、多摩山、電卓と別々に行っていたが、平成17年度より、主山電卓検定として実施されている。なお、平成19年度の全国高等学校主材競技大会の中で、 電卓競技大会が行われた。各都道府県1名ずつの参加となり、平成21年度も実施される。出題範囲は、公益財団法人全国商業高等学校、協会を参照のこと。試験会場校によっては、以下の手順で受験手続きが開始される。試験の2ヶ月前に、受験者は、受験願書を自作の上、受験料に相当する。 定額子が合わせを同封し、試験校へ発送。仮受験願書と定額子が合わせが到着後、試験校は速やかに仮受験手続きが行われる。仮受験手続きが完了後、正規の受験願書が受験者の手元に到着。受験者は締切日に間に合うように正規の受験願書を試験校へ発送。試験の1週間前になったら、 受験者名及び青年月日並びに受験級、受験部門が記されている受験票が受験者の手元に到着。試験校によっては3.4がない場合もある。この場合は受験願書及び受験票は試験担当者の代書となる。ありがとうございます。